3番手は2番車、熊本の田中敦子です。田中も前回登場時、昨年6月は当時は決勝2着としています。そして4番手からレースを進めていきます香港の5番の李慶氏です。ここまで弥彦豊富と6連勝でこの川崎に乗り込んできています。残り2周を通過、李慶氏の後ろ5番手回り、6番車青森の大和久保美、7番の石井貴子がいて、最後方から3番車愛知の斉藤佑樹です。2コーナーからバックストレッチへ、前は先行体制4番の亀川、2番手1番車の荒牧、荒牧が2度3度と後ろを見て、2番の田中が3番手、李慶氏が依然4番手、先に李慶氏が仕掛けるのか、2番手からは1番車の荒牧、直線構成帰って最後の 400m、 後ろから7番車石井貴子が上がってきますが中断、前は逃げる展開になっています。4番車の亀川、2番手1番車の荒牧里美、まくります。5番の李慶氏合わせるように荒牧が2番手からまくる、先頭は荒牧で2番手に5番の李慶氏が入っています。2番の田中敦子が3番手で、まもなく2センター4コーナー、2番手から5番の李慶氏、李慶氏が先頭変わってゴールイン、続いた体勢荒牧2番手、そして田中敦子。人気に応えることができるでしょうか。3番手からは1番車大和久保美が追走しています。4番手の1に5番車奥井文です。奥井は1走目の競争先行でしたが、マーシャにまくられています。直線コースを過ぎてレースは打賞周回、まず5番の奥井文から上昇開始、後ろには3番車飯田芳乃、6番の浦部香織がその後ろで並走の3番手、前段は2番車亀川、その亀川のアウトまで5番の奥井が来て、3番飯田、6番の浦部と言っています。1番大和に最後方7番の岡村、李慶氏が少し包まれる形で、その李慶氏は中段少し引いています。前は5番の奥井が先行です。先行奥井、2番手3番車飯田が追走する、2番の亀川が3番手で、6番浦部が4番手、その浦部の外に4番の李慶氏、さあ李慶氏が外に出して現在3番手まくります。まくる李慶氏2番手、あとは先行する5番の奥井だけです。4番車李慶氏が近づく李慶氏、まもなく4コーナー捉えていきました。李慶氏先頭だ、先頭李慶氏ゴールイン、続いて奥井が粘っています。3着2番の亀川。3番手に位置を取っています2番車奥井文、まくられてはいますが2走とも持ち味の先行策、今シリーズ2着2着としています。2走目の競争では奇襲かまし逃げを敢行しています1番の石井貴子、そして6番の香港の李慶氏の位置はその後ろから、李慶氏が5番手、
7番奈良牧里美が6番手で3番車田中敦子最後方です。まもなく2コーナーからバックへ、どの選手が先に仕掛けるか。5番のマーシャン先行体制、4番浦部が2番手、奥井文が3番手で石井です。誘導下がっています。マーシャンの先行になっています。まだピッチ上がっていません。3番手から2番車奥井、奥井が踏み上げる、石井が続く、そして6番車リケイシは3番手で400を通過、1コーナーです。先行は奥井、奥井が逃げる、石井貴子2番手、3番手からリケイシまくります。まくるリケイシ、追う展開は7番の荒牧、まくり切ったリケイシに先頭を変わって後位を離す、荒牧がつけきれません。さらにその後ろから5番のマーシャン、まもなく4コーナー、後位が離れる、リケイシ強い強い、リケイシ2番手、5番のマーシャン